第1試合シングルマッチ、小峠敦史対菊太郎。三沢さんが選手たちに残したものと、選手たちがこれから作っていくもの、今のノアが今日の後楽園ホールにあります。三沢光晴さんが今日の試合を楽しみに見つめています。プロレス界の名手の前で選手たちがこれからの未来のノアを披露します。オープニングバウト第1試合、小峠敦史対菊太郎。大阪プロレス出身同士のシングルマッチ、このカード初めての対戦ということになりました。さあ、まずは菊太郎が姿を現しています。三沢光晴さんとは同じリングに立って戦ったことは過去に一度だけあるそうです。ノアのマットのバトルロイヤルで一度同じリングに立ちました。菊太郎、エルボーを打ち込んでいきましたが返り討ちにあった、そんな思い出を振り返っていました菊太郎です。果たして何か三沢さんを感じさせる動きが今日のこのリング上見せるでしょうか。さあ、赤コーナーから登場しますのは小峠敦史。この菊太郎も小峠敦史も共に大阪プロレス出身。ただこの菊太郎が2005年の4月24日大阪プロレスを退団してフリーになりました。その5日後に大阪プロレスにのマットでデビューを果たした小峠敦史です。大阪プロレスに同じ期間所属した時間はありませんでした。ただ同じ大阪プロレスの血が流れていることは間違いありません。5月からノア所属の選手となりました小峠敦史です。シングルマッチ15分の一本勝負です。6月は 6.13 後楽園ホール大会、三沢光晴メモリアルナイト。大阪プロレスの大先輩菊太郎と握手を交わしました。おい、やんねえぞ試合。小峠敦史です。レフリーにも握手を要請しまして、それぞれ握手しろというところで3人が握手をしっかりと交わしたところ、さあ今ゴングが鳴りました。後楽園ホールぎっしりとファンが詰まっています。シングルマッチ15分の一本勝負、三沢光晴メモリアルナイト。三沢さんが、お前よ、俺が大阪プロレスにおった頃はまだ新弟子やったな。デビューしても何年や。7年ちょい。7年、時の経つの早いもんで、あの時プリプリ坊主やった、ね、新弟子が今ノアの所属選手になりました。大先輩、ここはもうクリーンにブレイクせよという菊太郎。大阪プロレス時代、まあ、新弟子、まだデビューする前というのは同じこの大阪プロレスのリングでいろんなこのプロレスに関して小峠に教えたという菊太郎です。菊太郎が大阪プロレスを退団して5日後にこの小峠がデビューを果たしています。挑んでこいと胸を貸した側の菊太郎が上から押さえつけられる。そして力勝負、ここは簡単にブレイクしようというこの菊太郎です。この両者のシングル戦は初めてです。まあ、この菊太郎が大阪プロレスを退団して以降フリーとして大阪プロレスに上がり、この小峠と、まあ、タッグマッチでは何とか対戦したんですが、
シングルマッチでは初めて、非常に楽しみにしていたという両者です。さあ小峠が行くか、ワンウィップしていく、2連発、3、これは自爆だ、3つ目は行かせませんでした。小峠敦です。今年の4月に大阪プロレスを退団しました小峠敦、5月からノア所属選手になりました。かわした、小峠かわす、小峠敦、ああ強烈、蹴りが突き刺さりました。場外へ菊太郎、このあたりは胸を貸すと言っていた菊太郎に対してリング上余裕を見せている小峠、飛んでこいよ、さあ飛んでこいという菊太郎、その挑発に小峠は乗るかどうか、行くか行くか行くか、このあたりは菊太郎も挑発する。5月にこのノアに入団しました、ノア所属、そしてノアに所属して1ヶ月で金丸の持つジュニアシングル GHC ジュニアのタイトルにも挑戦しています。言うねって高いところで言わんとお前降りてこいや。このあたりはプロレスよりも偉かったの、ノア入ってこら、罵り合いです。追いかけていったところ、あーっと戻った、戻りました。このあたりは小峠を挑発しておきながら降りてくると同時にリング内に戻りました。このあたりは菊太郎いつものペースと言っていいかもしれません。このカードノアでなんか見れるだろう、このカードはノアでなくてもファンは見られるだろうと今放送席近辺でつぶやいた小峠でした。6月3日の名古屋大会では金丸の持つジュニアシングルにも挑戦しています。小峠敦、もう今日この菊太郎はやりたい放題という今日の試合です。まあ、これも菊太郎らしさということで、おそらく天国の伊沢さんも苦笑いで見つめているのかもしれません。ノアのマットではバトルロイヤルで三沢さんと同じリングに一度だけ立ち、ローリングエルボーを三沢さんに打とうとしたところ返り討ちにあったんですよね、そんなことも話していました菊太郎です。ここは急所攻撃行こうという菊太郎、なんだよおめえは、あーっとこれはレフリーがちょっと胸をこついたところ、その反動で倒れたという言い訳にしたでしょうか菊太郎です。三沢さんはリング上では厳しく、リングを一旦降りると、あ、今のこの蹴り技、あーそしてフライング、これはこの辺りの動きは三沢光晴さん、そして家に向かってお辞儀をしました。今一瞬おでこの辺りの汗を拭く仕草、人差し指で右左とワイパーのようにこの汗をかく、その仕草も見せたでしょうか。ちょっとぎこちなさもありますが、あーここはすっぽ抜けました。三沢光晴さんの動きを意識してという菊太郎です。子供の頃はタイガーマスク、あの時から憧れの存在でしたと菊太郎もやはり子供時代を振り返っていました。リングの外では、まあ、優しくてユーモアのあるそれが三沢選手でした、そんなことも話していました。さあ小峠が中に入ってくるところ飛びついていきました、カバーに入ります、カウントは2。一方この小峠は三沢さんと対戦する機会はありませんでした。まあ、テレビの中の存在、ファンとして見ていたそんな存在でした振り返っています小峠さんです。あ、小峠です。ここは今菊太郎がロープを揺らしてちょっと転落しようかと、なだれ式ブレーンバスターを予告しました。さあ煽る菊太郎が煽る、サードロープ、サードロープから小峠も投げられる瞬間に低い低いと、サードロープに投げた上がったところから投げるのかとちょっと困惑した、そんな声も今聞き取れました。あるいはいつものなだれ式よりも受け身を取るタイミングだったり、その角度難しいんでしょうか。さあ決めに行こうかと、はい、というわけで本日はプロレスリングの後楽園大会、たくさんのご来場誠にありがとうございます。あ、もう決めに行こうという菊太郎だ。
私は縁も竹なんですが、かなりお別れの時間に近づいております。よし、喋っとんでは最後はこの技でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。ブレンバースター投げられました。逆にやられました、菊太郎です。さあ今度は後半の目がすいません、もう決めちゃいます。後輩の私が決めてしまいますと。決めるぞ。さあフィニッシュに行くか小峠。ああ、しかしカウンターに行った。どうだ、終わった、危ない。カウントする寸前というところ。さあ今度は菊太郎が捉える、捉える、捉える、いや、かわす、かわす、トラスキック、小峠。ライングメイヤーから前から蹴り、カウントはカウントは2、これも返した。さあ小峠は何を出すか、何を出すか。さあ、あっ、ケルスイッチに行くか、ケルスイッチに行く。カウント3つ入りました。第1試合、小峠敦が先輩、大阪プロレスの先輩菊太郎、初めてのシングル戦、初めて勝利を収めています。共に、まあ、三沢さんとの対戦もあった菊太郎、そして三沢さんに憧れていたという小峠敦、このノアに入団して三沢さんのスタイル、そして信念というものが今でも大事にされている団体なんだな、そんなことを感じているという試合前話していました小峠。この試合は8分20秒、菊太郎見事先輩をリングに沈めました。今何やら菊太郎も小峠の背中を見つめながらベルトアピールする、まあ、意味がよくわからない、そんな動きもありましたが、ストップザミュージカーも止まっとるからおい。本日は三沢さんの、ね、メモリアル興行、たくさんのご来場ありがとうございます。まあ、あの僕はですね、ノアに初めて出させていただいた時、まだ大阪プロレスでした。その夜ですね、三沢さんを含めた食事会がありまして、全然一つになれない中、僕がですね、ここは一つにならなあかんと思ってエロい話をしたところ、バカッと吹いていたのが三沢さんでした。そのぐらいですね、リングのオンとオフではですね、すごい幅があって、わあすごいなと思った人だったんですけれども、こういう機会出させていただいて本当に嬉しいです。今日はですね、皆さん三沢さんの、ね、メモリアルマッチを見に来た人たちですか。皆さん、君らは何を言ってるんだ。いいですか、皆さん、みんなこの興行に参加しに来たんじゃないんですか。三沢さんに届くような声援をみんなで届けるんじゃないんですか。みんなで届けてくれますか。届けてくれますか。そのぐらい本当に三沢さんがニコニコして見てくれるように、皆さん全力で選手を応援してください。そうするとですね、まあ、僕全然こんな偉そうなこと言ってるけど、ノアの所属でもなんでもないですけど、ね、いいんです、そんなことはいいんです。この緑のリ、ね、マットから、三沢さんが今日きっとホーム席に来てくれてます。みんなでもっともっと盛り上げて、プロレス界まだまだ大丈夫ですから、安心してどっしり構えててくださいと伝わるような試合、選手も見せてくれます。その手助けを皆さんでしてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いつものようにマイクパフォーマンスで締めました菊太郎です。最近ではこのマイクを通じてこう声を発する、こういった仕事も非常に興味があるという菊太郎、最近ではテレビの番組のナレーションも担当しているという菊太郎です。滑舌が最近は甘いんですよ、そんな悩み事を話していました菊太郎。しかし今日も見事最後パフォーマンス締めています。